点滴側でも採血 OK？ こっちはオペ後、こっちは点滴、こんな時の採血どうしてる？下肢の採血は痛みも強いし血栓リスクも高いのよ。これ実はある方法を使ったら点滴側からの採血も OK なんです。それが点滴している場所より15センチ以上を末梢で採血するというもの。2017年に行われた研究で15センチ以上離れた場所の採血データは輸液の影響を受けないんです。透析患者さんのシャウトありや上司のオペ後の採血の時なんかに使える知識だから忘れないよう保存して振り返ろう。またね。